夏のいないところで、キコと話をした。本当は帰るつもりなんてない。帰ることができるなんて思っていない。そう話すキコの言葉は途切れ途切れで、間に言葉は返すことはできただろう。でも、やっぱり何も言えなかった。いつも隣にいる夏野には話せないというその心の内をただ黙って聞いた。はい。夏野かなた、キャラクターエピソードキコ5。続きやっていきましょう。飼い主を探す、放置されたキャンプ跡を探索し、無事に帰ってくるということで OK。放置されたキャンプ跡ってどこだ？どこにあんのそれ。森の奥のキャンプ場ではないのか。一回ここ行って、ちょっと進んでみるか。荷物なんかめっちゃあるな、お前。なんでだ？あ、包帯1個。キコに渡しとくか。コンクリートの倉庫なんてあった？作業台、発電機。作業台あった。トサカと頭がつなげられて、これわかんねえんだよな。あ、作業台なんか、その場でなんか作れるってことかな。だいたい見てみよう。ないんかい。あるんかい。食事の後。ダンボール。コンセントの元ばっかだな、ここ。名前はこっちかな。よし。ランタン。見てみよう。白目を向いた感じでよく目見たな、お前。ナイシュー！あ、釘バット！釘バット！またな。燃料。いや、なんかもういいような気する。もう出ようぜ。次行こう。もういいでしょ。なんだろう。どこに行くのが正解なんだ？ここをもう適当に、さっさと行こう。あ、ここ行ったな、そういや。俺はもうここ、何も見ない。変なスイッチがある。何も見ないって言ったけど、変なスイッチがあるんだな。押すしかないでしょ？押す。押すしかないでしょ、そういうのは。じゃあ赤い柔道場見といて。金槌かよ。鉄くずかよ。外出よう、早く。もういいって。外に繋がった上行こう。もういい、もういい。え？あ、これ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 。放置されたキャンプ場。ここ行きたい。行くぞ。飯食うか？よし、こっからだな。到着っと。誰がキャンプをしていた跡を見つけた。ここじゃねえの？もしかして。次行くか。人の件はないけれど、ツアー時まで出られた。コンクリートの倉庫、また。クーラーボックス、布でできたボックス。ダッチオーブンか、また。お腹すいた。しゃあねえな。あれ、チョコレートバー食っとけ。卵かけご飯。よし。よしよし。尺って言うな、卵かけご飯を。お米好きなんだよ。お米の食感じゃねえんだよ、それは。それ夏なんだよな。チョコレートバー、まあまあまあ、いいだろう。この食感で。布切れ。お、いいね。早くか。もう、俺を無視していくな。うんうん。なんか別に、そこまでやな。
見てみよう。忙しい中、発電機と扇風機。ああ、そっか、持ってねえのか。鉄くずか、どっか、いるか、いらねえか、まあ、いらねえな。ダチョブの方がいらんような気がするけど。おいた、感染者、年老いた。当てる。あ、そっか、俺、武器ねえんだった、今。パンチか、お前。パンチで倒してんの？強っ。つか、槍めっちゃ持つな。ああ、やられずに済んだ。もう全部見よ。また鉄くずか。いらねえ、いらねえ。いらねえ、いらねえ。おいおいおい。よしよし。電子部品、いいね。肉煮込み？いいでしょう。あ、でも食べさせる必要もねえか。燃料油か。尺って言うな。凍ってんだよ、それ。帰るか。いや、帰ろう。いや、無駄に飯食わせてしまったな。ちょっと。何？もう、何いきなり走り出しちゃって。おった？ま、ひょこひょこしてるのは今に始まったことじゃないか。そのこと言う？ねえって。どうしたの？ねえ。それって、それ？おい。やめろ。やめとけ。せめて、笑顔で笑ってくれよ、これは。ミノタロウです。それが、それが言うな。それがミノタロウ？はい。ごめんなさい。せっかく一緒に探してもらったら、これ俺のせいなんかな？俺がもっとスピーディーにやっていけば話す、大丈夫だったかな？ミノタロウ？もう死んじゃってました。ああ。けどそれって、え？今日や昨日死んだって感じじゃ。え？だいぶ？本当は分かってたんです。まだミノタロウとはぐれる前、一緒に逃げてた時に、怪物に襲われて、ミノタロウ、もうその時には。ああ、なるほどな、もう手遅れだったか。じゃあどうしてわざわざ探しになった？だって、かわいそうじゃないですか。こんなとこで、こんなになって。誰も見とらずに、お墓も建ててもらえずに。ごめんね、一緒にいてあげられなくて。ミノタロウ、痛かったよね。ごめんね。ごめん、ね。まあまあ、死を見取りたかったのかっていうのはあるけどな。はい。BGM です。帰ろう、早く。ありがとうございます。こんなことに付き合ってくれて。いいよ。私だって後味悪いし。埋めてお墓建てて、これで成仏できるかな、ミノタロウ。お墓っていうか、その辺に落ちてた石だけどね。おいおい、なんかお前、なんか冷めてんな。いいんです。気持ちが大事です。本当にありがとうございました。どういたしまして。では、じゃあ私はこれで。え？ミノタロウは見つかったけど、これからも一緒に。いや、いいんです。私は家族のいるキャンプに戻るので。え、でも、なら私もそこに行くよ。一人でいるより安全だと思うし。いいんです。いや、これ以上、迷惑かけられないです。でも、夏野さん、ごめんなさい。私はここで。さよならです。悲しい。別にな、新たな居場所あってもいいと思うけど、一人の方がいいんかね。二人ならまだいいと思うけどな。本当に別れたん？あ、ダメなんだ。何？私だってそう思うよ。あ、女も言ってねえ。けど追いかけて、なんて言えばいいの？だって、キコは。キコは。ん？最初から帰るつもりなんて、なんかなかったんでしょ？おおおいおい。分かっていたのか。さすがだな。実はね、聞こえてたの。はい、やっぱり。前にあなたとキコが二人だけ話してたの。ちょっと聞いちゃったんだ。だから、知ってる。キコがキャンプの場所覚えてないって。帰るつもりなんかないって。だいたい聞いてたな。私さ、ちょっと分かるんだ。キコの言ってたこと。
ミノタロウを置いて逃げたことずっと後悔しててさ、他のことはもういいから、せめてミノタロウだけは見つけたいって、最後まで後悔したくないって、こんな世の中だけど、こんな世の中だからやれることはやりたいって、そういうのちょっとわかる。私だってだからわかんないよ。キコのこと追いかけたらよかったのか、追いかけてそれでなんて言ったらいいのか。うるせえ来いって言えばいいんじゃないか。わかんないよ。ねえ、私どうしたらよかったのかな。だって途中でその話し込める雰囲気なかったよな。俺のせいか。キャラクターエピソード聞こう。エンド。もう会えねえのか、これは。この物語は完結しました。